がありましたが、スタート地点で選手たちに何がまず。お願いします。まもなく1分前になります。女子のスターター、大島健一。さあ女子のスタートとなりました。真ん中あたりからまずは豊岡彩子、そのサイドから宮内咲子。さあ宮内咲子が前に出た。宮内咲子の後ろ、口上一春子もいい形で上がってきました。先行には豊岡彩子、スタートの時には宮内咲子は若干先行するようなシーンもありましたが、豊岡彩子が前に出ます。その後も宮内咲子、口上一春子が続く。さあまずは少しお互いに見ながらの南の状況でのその走行に、コースサイドの応援の目が集まってまいります。まずは先行しています豊岡彩子、はい、ゴムというよりはくっついていくような感じ、その状況の中で、この手段のキャッチすらままならないというような、そんなスタートの前の調整ともなっていました。ボシボンの付近あたり、ただし昨日の状況と比べると、上あたり、コースの上方あたりは かなり乾いている路面も出ていると、そんな話もありましたが、本気の上が帝国10時10分のスタートとなりました。豊岡彩子の後方、3連覇を狙います宮内咲子。その宮内咲子の前、2005年2006年シーズンの過去から豊岡彩子連覇の記録を作っていた時代がありました。その時には7連覇、そしてその、8連覇の記録を止めたのが宮内咲子、その、両女王の戦い、まずは先頭争いというところ。Thank you.
どん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 とその水底が熱くなっていくような非常に高く粘りのあるところ、そこをやはり内臓も非常に厳しい状況が続いております。ここで内臓が完成です。ではこちらも現在ポジションが変わらず粘りの発揮は見せながらというところ、最終コーナーからの線があります。バックで迎えられるコースタイドに瀬戸良太彩子、チャンピオンに帰ってきて、ハイタッチ、そのコースタイドの応援に応えて今第一でフィニッシュ。そしてここまで締めた最終周回ノーフラッグを受けます。チームチェンジーズ宮内達さん1また勝負しましょう。すごいすごいよく来ありがとうございます。現在まだトップ2番手のゴールご案内したところです。あまりしっかり見えないようにしてました。そうですね、もう本当に1、2周は良かったんですけど、3周目から急に本当泥が絡み出したんで、もうバイクを交換しまくるしかなかったんですけど、でも、まあ、冷静に走れて良かったと思います。後ろ、ブラッドさんも大変さんが気にしながら走れてました。そうですね、急に開いたんで、もうそこからは本当にもうバイクから降りようが冷静に対応しました。最終周回最後冷静に、そうですね、過酷な状況が伺える、そんな差となりましたが、3番手竹川から間もなく最終コーナーへと向かっていくところで、その姿が確認できました。あとはなんだろう、やっぱり延山からしっかりとその後方に川崎美智子の姿が、こちらもむしろこの竹田若と川崎美智子の差、あたりが詰まったのかなというような風にも見えますが、まもなく、この最終コーナーへとまず向かってくるのはどうやら竹田若、そのポジションをキープというところになるのかな。そんな様子、今ちょうど山の都合の、という動きがあります。この山周りのところから最終コーナーへと向かっていきます。この大会にしっかりトレーニング合わせれたのがもうめちゃくちゃ良かったと思います。おかえりなさいおかえりなさい、さあ最終コーナーへと向かっていくところ、チームチェンジング竹田が直線へ間もなく入ります。悩みに悩んだんですけど、やっぱり第3位のフィニッシュに向けてもうこの背中のナンバーカードはボロボロになっています。自分の走りが今日は最初から最後までできたので、フィニッシュへ向けての直線、最後の上り、そしてチェッカーフィニッシュ、竹田それでは表彰です。プレゼンターは大島副会長、そして宮城県、チャンピオン、まずは振り返って感想を伺いましょう。いやー、本当にこのコースはすごく経験を要するコースだったと思うんですけれども、
本当に2年ぶりに自分の走りができた気がします。朝の試走から非常に入念にコース確認しながら、そして自分の走りをかみしめるように確認しながらという姿を見ていました。今日にかける、そしてスタートからの思い、どんな風に振り返りますか？もう試走の時にもうコンディションが変わろうが、とりあえずどんだけ乗車できるかなと思ってずっとそれを試して、そしてレース始まってそれが生かされた、そんなレースになったと思います。そしてやっぱりこの女王の座に返り咲きたいという気持ちの強さをすごく感じました。おかえり姫、どうですか今の気持ち？いやもうめちゃんこ嬉しいですよ。はい、もうやっぱり怪我をしてずっと辛くて悩んで、たくさんいろいろな辛い思いもしましたけれども、やっぱりこの表彰台の一番上に立つことが大きな目標として今シーズンは頑張れたので、怪我をしたけれどもそれは間違いじゃなかったのかもしれないって、そんな風に思います。またガラパ泣かしたねって皆さん思わないでくださいねでも応援の皆さんにね、最後に一言お願いします。チームの監督、そして支えてくれる友達やたくさんのお世話になっている企業の方々、そしてもういろんな各地から応援してくれる皆様のおかげでこの勝利は取れたと思っています。本当に長く辛い戦いでしたけれども、みんなここに登りたい、その思いで今日は戦ったと思っています。だからその思いが自分が一番強かったのじゃないかって、そう思って今ここに立っています。本当にたくさんの応援ありがとうございました。おめでとうございました。さあそれでは記念撮影を行いたいと思います。お願いします。